おはようございます。おときゅうです。ここは京浜急行羽田空港第1第2ターミナル駅です。羽田空港は第1ターミナル後方、第2ターミナル前方です。列車に乗るときの参考にしてください。私は全日空に乗りますから第2ターミナルです。これから私が乗る飛行機は ANA375 便オホーツク紋別空港行きです。以後、オホーツク紋別空港の呼び方は紋別空港と省略させていただきます。375便は何かと突っ込みどころが満載で、紋別空港の運用も超絶面白いのです。具体的に何があるかというと、まず羽田空港では高確率で搭乗する際、ボーディングブリッジは使用せず、空港バス利用で機材まで移動です。前日流れてくる ANA フライト情報の搭乗口が今回は507番で案内でした。この番号はバス移動を意味します。第2ターミナルをバス目線で見ながら移動して、タラップで機内入りは風情があります。 ANA の場合は運が良ければバスから大型機の通過を見ることができます。飛行機を目の前で見る機会はないので、お子様連れでしたら子供が大喜びです。ところで紋別空港は1日何便飛行機が離発着しているかご存知ですか？なんと答えは、羽田空港を結ぶ1往復2便が離発着しているだけなんです。離島を除き1日1往復で運行が終わる空港は日本でここだけなんです。列車でいうと廃止になった札沼線新十津川駅みたいな感じです。それがゆえに滑走路は1本だけの空港で、誘導路なんて洒落たものはありません。滑走路だけの誘導路がない空港は他にもあるので珍しくはないです。ただ私は初めてこんな空港に着陸しますから、滑走路で減速した後、でかい飛行機が滑走路でどのように U ターンをするか見るの楽しみです。そして紋別空港は近くに鉄道の駅がないため、路線バスはあるのか、あるとしてもどこ行きになるのか、一往復の空港に売店はあるのか、飲食できるお店はあるのか、あっても営業時間はどうなるのか、気になることがいっぱいの紋別空港を早く降りてゆっくり見てみたいです。バスは1階バスラウンジから出発で A 保安検査場を通過すると近いです。バスラウンジは初めて来ましたが、513番まであり、めちゃ広いですね。再繁忙期はきっとたくさんの人が利用して混雑しているのでしょう。全体を眺めたいですが、飛行機の出発時間が近いので今日は素通りします。これ最終のバスということですが、乗っている人はめちゃ少ないです。 ANA 紋別行きです。 This is all Nippon Airways bound for 紋別。あ、飛行機が飛んでいきます。今日は飛行機いつも通り都心方向北向きに飛び立っていますね。お待たせしました。本日は ANA をご利用くださいましてありがとうございます。このバスは皆様を紋別行きご搭乗機までご案内いたします。走行中は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございます。また空港内は急カーブが続きますので、お立ちの方はゆっくり車の中にお使いください。
しました。まもなくご搭乗機です。お忘れ物の前から、お降りの際には足元にご注意ください。なお、お手持ちの搭乗券は目的地までお持ちください。本日は ANA をご利用くださいまして、ありがとうございます。お待たせいたしました。皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された席にお座りになっていることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。携帯電話などの電子機器は、機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。機長は奥村、チッパンさんは太田でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。または横にあります。頭からかぶり、両方の金具を留め金にかけ、左右に引いて締めます。非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませます。あれ、誘導路を左折しましたね。これでは都心側、北側から南に向いて離陸しますのでつまらない飛び方です。北側に向いて飛ぶと進行左側は真下にお台場やレインボーブリッジが見えて、スカイツリーや隅田川など下町を見ながら高度を上げていくのです。これでは東京湾で左旋回して高度を上げて陸地に入りますので眺め悪いです。飛行機は風向きで離陸の方向が決まりますので仕方ないですね。皆様、離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。オホーツク紋別空港到着時刻は12時30分の予定です。到着地の天候は晴れ、気温は12度です。お願いいたします。
日本地理の勉強に最高です。地図上で見るものが立体で見えます。さあ間もなく紋別空港に着陸です。着陸して減速した後、どのような形で滑走路で U ターンするのか楽しみです。十分に減速しましたが、滑走路の端まで移動します。
たのか。ごめんなさいね。あのバスでしょうか。保安ゲートを出たら出口があります。小さな空港で迷うことはありません。行き先は門別バスターミナルです。このバスが無料で乗れるんです。空港の出口目の前から出ます。発車は12時45分ですが、飛行機が遅れた場合は接続してくれます。門別バスターミナルは元名寄本線門別駅跡地で今でも市の中心です。バス停を見ると遠軽行きバスが12時47分にあります。門別バスターミナル発の路線バスがこの便だけ門別空港を経由しているようです。運転手さんに聞くとこのバスも無料で乗れるそうです。ただし乗車3日前までに門別観光振興公社に予約をする必要があるそうです。今日は予約がないので入ってきません。門別バスターミナル行き無料バスは12時45分定刻に出ていきました。無料でも利用客は数人です。門別空港はターミナル目の前に駐車場があって利用は無料です。門別市民は飛行機の運賃助成があり、片道5000円往復1万円市が負担します。オホーツク門別空港利用促進協議会も円門地区の町村に助成を行っています。このように乗ってもらう努力をして協議会は2往復飛ばすのが目標です。それでは空港ビルの中を見学します。営業時間は9時から17時です。飛行機の離発着する前後だけの利用かと思いましたら結構長く空いています。入ると ANA のカウンターがあります。荷物の預け入れなどもここでします。羽田空港行き1便だけのためにある保安検査場は隣にあります。こちら先ほど飛行機を降りて荷物を受け取り出た出口です。この上に展望デッキがあります。後で羽田空港行き376便を取ります。ちょっとした軽食とコーヒーが飲めるお店があります。その奥には売店もあります。搭乗予定の方は全員保安検査場を通過したようで片付けています。時刻は12時53分ですが、8分で全員通過したようです。売店の営業は10時から14時30分です。飛行機は13時5分に飛んで終わり。なのになぜ14時30分まで開けるのか。それは円門地区で白い恋人を扱う店がここだけなので、車で遠方からわざわざ買いに来る人がいるため、14時30分まで営業するそうです。軽食&コーヒーショップは営業時間はこの時間です。こちらも飛行機が飛んだ後、少しの間営業します。それでは最後に展望デッキから羽田空港行き376便を見送ります。トーイングカーは使わず、自力で回転して滑走路へ出ていきます。滑走路上で U ターンするところを外から眺められるのは感動です。この空港で離陸が見れるのは1日1回の羽田空港行き376便だけです。
そうそう、私が紋別空港に飛んできた理由をまだ話していませんでしたね。紋別市近辺で名寄本線の廃線跡を訪ねてみるためにやってきました。4月1日、留萌本線石狩沼田留萌間が廃止になったんです。思い入れのある路線だったので廃止まで随分乗りに行きました。3月31日は深川行きのラストランにも乗車しました。そんな廃線の追っかけをやっていましたら、ガキの頃に膨大な国鉄廃止対象路線を乗り歩いていた頃が懐かしくなり、今回ほんの一部分に過ぎませんが、名寄本線と士別線の廃線跡を訪ねて転換バスの一部に乗りに来たのです。名寄本線は1989年5月1日に廃止されましたので34年経ちました。どこまで探せるかわかりませんが、路線があった痕跡を探してみます。名寄本線は廃止と同時に転換バスが路線に沿って全区間通しで走ります。しかし限られた本数しか走れない中で、通しの運転は利用実態に合わなくなり、現在は3系統に系統分割されました。その中で転換バスならではの経由で走る路線があるんです。今回は転換バスの紋別バスターミナル遠軽間湧別紋別線に乗車してみました。この転換バスは元の路線を道路に活用した部分を少しの間走ります。また名寄本線は中湧別湧別間に支線があったため、この路線の転換バス全便は湧別を経由して遠軽に向かいます。なお転換バスは北門バスと北見バスの共同運行で、私が乗車した時間のバスは北見バス遠軽営業所の担当でした。名寄本線廃線跡探訪と転換バス乗車の動画は近いうちに別々にアップします。意外とはっきり痕跡が残るとこもあり、楽しんでもらえる映像も撮れました。ぜひアップしましたらご覧ください。さあ飛行機が U ターンしますよ。